今回は特内フリーパスを使って目黒駅に途中下車をしてみました。前回まで特内フリーパスを使って紹介したのは駒込駅付近の山手線唯一の踏切、第二中里踏切。次は東京駅の丸の内口を紹介しました。オランダのアムステルダム駅をモチーフに東京駅は作られているということが勉強になりました。この駅舎は深谷市にある日本レンガ製造で作られたレンガが使われて作られているそうです。次は高輪ゲートウェイ駅です。まだまだ開発中ですが2024年の本格開業を目指しているそうです。品川駅は品川区にはなく港区にあることが勉強になりました。今回は山手線の目黒駅のホームに降りてみました。目黒駅は東京都品川区上大崎にあり、品川区ではない同区最北端の駅である。なお目黒区にある駅で目黒を駅名にする駅は中目黒駅のみである。山手線、東急目黒線、東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線の相互間の接続駅となっている。このような駅名にまつわる経緯から当駅周辺では落語目黒のさんまにちなんで品川区側と目黒区側の両方で目黒さんま祭りがそれぞれ別の団体で異なる日によって開催されているそうです。